本当に認めてくれたっていうのが、そういうところも認めてくれてたから、特にいろんな部分で、ね、一緒に歩くシーンも多くなりましたよね、うんうん、であれですよ、そうこうしてるうちに、うん、そこ日本で所属してた事務所を俺より先に辞めたでしょ、うん、はい、辞めました、辞めました、辞めました、うん、うん、で辞めたその後を俺はまた知らないんですよ。あ、知らないですね。じゃあそこは話します。俺はあれでもう必死で仕事を楽しく、うん、求められるように日々こなしてやってたから、うん、その時もっちゃんがどこで何をして何を考えてどういう行動をしてて、まあ、モデルはやってたとは思うんだけど、うん、がよく知らないんですよ、うんうん、大体28か29ぐらいパリ戻ってきて1年後ぐらいに、うんうん、バブルって土地、はい、当時は呼んでなかったんですよね、はい、最初の頃、はい、土地神話っていう、はい、土地の値段が、ね、国民1億総中流社会っていうのがあって、うん、みんなが家を買えるっていうそうすると土地の値段が自然に上がっていきますよね、はい、需要と供給する、はい、でそこで周りの人たちがどん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 都会にこう集まってくる。で都会の土地もどん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 上がっていく、うん、そこに投資家がまたお金をどん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 こう入れていくからお金がどん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 回っていく。でそれって僕29の時に思ったんですよ。これって需要と供給のバランスで人数が減っていってるのに、要は人口が減っていっている。僕たちの上の団塊の世代ってありましたよ、はい、団塊世代の時はすごい人数多かったんですけど、うん、そこから人は人数が減っていってるわけですよね、うん、第二次ベビーブームっていう団塊世代の人はちょっと増えてるんですけれども、うん、でも人が減っていってるのにもかかわらず、なんで土地上がるの、これ絶対におかしくなるぞ、弾ける景気が悪くなるぞっていうふうに思って、その時にお金貯めしたものがあって、でもうその時にモデル事務所をねいずれ立ち上げようっていう気持ちは実はあったんです。それはね誰も思ってなかったと思う、内緒にしてた。山本俊也がモデル事務所を立ち上げるっていうのは微塵も思ってなかったね、うん、でちゃんと喋らないといけないと思って、はい、まあ、山根さんもね遊びに来てくれた六本木にある、あ、はい、うん、それこそ遊びのバーじゃなくて本物の純然ざる粋なバーだったよね。粋なバーですよね、粋、うんうん、な人しかここまた客選んだしね。そうですね、うん、客選んだしこの性格ですから、はい、で自分の貯金とそこで稼いでちゃんとした事務所を作ろうっていうふうに、うん、思って、で一応ねそういう流れでモデルもやってましたよ当然、うん、31の時にそのバーを作ったっていうか、元あったのを直して作ってそこに入りましたと、はいはい、でお金も貯めて、うん、モデルもやってお金を貯める、うん、で実際に32、33ぐらいの時にバブル弾けたんですよね、はい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 、でその時にふっと思ったのが、うん、スチールというか広告、うん、広告をやってない、ね、僕たちの仲間、要はショーのモデルさ、うん、モデルたちがまずいなと思ったんですよ、うん、要は僕も最初スチールの方をやってましたよね、うん、ごめんなさい、広告の方、はいはい、でその時にもちょっとギクシャクしてる自分が存在したわけですね、うん、でショーの方でも最初はギクシャクしてたと、うん、でそのうちにいい意味で慣れてきて、うん、こう動けるようになってきたっていうところで、うん、でそこで並行して27、28ぐらいからもう並行して広告やってたんですね、うん、でそれでショーを歩いてて、ショーの動きと広告の動きは違うなっていうのを自分でもう一応気づいちゃったんですよ、うん、まあ、ショーというよりもモードだよね、うんうん、モードですね、うん、コレクションはモードでしたね、当時はね、モードの方の、それはショーだけじゃなく撮影に関してもそう、うん、モードの撮影とかショーとかとその広告の方とはまた別個のものなんだ、うん、そう、うん、
そう、そこをいち早く気づいて、うん、あ、これはもうバブル弾けた年はからバブルに変わりましたと、バブル弾けたら、うん、世の中みんなお金なくなりましたよね、うん、デフレになりましたよね、うんうん、なくなりましたですよね、うん、仕事もお金もなくなりました、うん、やっぱりそうなんですよね、モードなモデルは不必要な世の中に、うんうん、これはね、あの世の中のモデルを目指している皆さん、もしくはあのモデルを経験している人たち、この話はすごい大事なのでよく聞いていた方がいいと思いますね。あのそこでじゃあどういうふうに自分が変わっていく、自分で変容していく、自分の振り幅をこう、ね、大きくしていくかっていうことによってモデルの幅が広がっていく、イコールモデルで食べていける、で食べていきたくないんだったらそれはもうアルバイト感覚でモデルをやっていけばいいし、他に何か稼げるものがあればそれも一つの、ね、本業としてやっていくのも大事なことだし、モデルも本業、他のことも本業、複数の業で本業でいいんじゃないですかっていうところなんですけど、まあ、ぜひぜひこの話を、あの聞ける人は聞いてみてください、うん、というところで今そういうメッセージを伝えたんですが、うんうん、そういうところで、うん、じゃあ36の時に僕はもうすでに立ち上げました。早くから、あでも どうなんだろうな、一番油乗ってる時かな、勢いがある時かな、うん、そうです、うん、1日3時間ぐらいしかやるんですね、うん、勢いある時だね、30半ば、うん、そういうことがあって、うん、でそれは何のために開いたかっていうと、うん、自分っていうものだけじゃなかったんですよ、うん、その前はあの利己主義と利他主義が、うん、あの同居したんですけれども、うん、もうモデルエージェンシー作った時は、うん、利他主義だったんですね、うん、ここをちゃんと開けば、うん、当時、うん、広告をやってなかった人も、うん、僕は広告の基盤作りますからと、うん、ここで、うん、ヘッツで、うん、ちゃんとその時もう27、8ぐらい学生時代も広告やってましたから、うん、その皆さん、ね、あのクライアントの皆さん知ってますから、うん、その人たちにちゃんと挨拶しに行ってしっかりと皆さんがあの僕の気持ちを受け止めてくれて、うん、っていうところがありましたから、そこに対してはね、過信じゃなくてあの確信があったんですね、うん、自信ではないですよ、確信がありました。でそういうふうにやっていって、じゃあ皆さんにそういう提供の場を、うん、どっかに行けるっていう、他の事務所ってそういうのなかったですよね、うん、もうバブルを弾けたら、うんうん、ただそれはちょっと自分の今までお世話になったファッション業界の人たちに恩返ししないといけないかなっていうのが多かったですよね。その当初俺はやっぱりモデルの仕事っていうものを、まあ、しがみついてるじゃないけども、うん、抗ってたかな、うん、ああ今はこういう時だけども、いやいずれはっていう抗って、うん、頭を丸坊主にしてみたりとか、うん、いろいろ冒険はしてみたけども、うん、世の中が変わらない限りは、うん、自分がどう変わっても、うん、見向きもされないようなそのモードなファッションモデルには厳しい時代だったかな。そうですね、やっぱり時代の波っていうのは必ずあって、うん、流行の波もあるから、それは流行の波に乗るのはいいんですけれども、うん、あの中には流行の波に乗らなくて、うん、流行に流されちゃう人たちもいますよね、うんうん、だから今考えればこういう生活っていうのも人間って必要ですよね、はい、必要ですよ、うん、っていうことはその生活の収入源をちゃんとそこをどっかで、うんっていうところから、うん、ファッションはファッションとかモードは10分の1、50分の1になったわけですよね、はい、バブルが弾けて、はいはい、50分の1、100分の1ぐらいになっちゃったんですかね、バンバンいなくなったかな、ね、ああ そういうことがあって、うん、そうするとそういうふうにして振り幅を広げていくっていうところで、うん、で山根さんが役者の世界に行って、そう後輩がみんな行くから、うんうん、ちょっと自分はどうかなと思って、うんうん、いろいろ試してみて、まあ結果ね、
うん、モデルの仕事が好きだったという、そうですね、それでも、ね、役者の世界で映画に出たり、うんうん、まあ、舞台踏ませてもらったり、うん、テレビ番組出てドラマ出てみたりとか V シネやってみたりとか、うん、でそこでまたいっぱいいろんなものは吸収させてもらって、うん、モデルにフル活用させて、そこからさせてもらったかな、うんうん、そう、それからだから僕が22からその時に役者で自分で向いてないっていうところで、うん、モデル、やっぱりモデルが好きだ向いてないんじゃないんですよね、ごめんなさい、役者が向いてないんじゃなくて、やっぱりモデルが好きだっていう、モデルという職業が好きだ、職業が好きだっていうところがあって、はい、うん、僕にもそう言ってましたね、うん、うちとか話ね、お互いにした時にね、うんうん、車の中でね、夜、何あれ、夕方の8時ぐらいから朝6時までね、そう、約12時間ぐらい車の中で会話したりして会話してたんだ。でも当時はね、本当言われてたよ、お前まだやってんのかって、うん、うん、お前まだモデル続けてんだって言われれば言われるほどね、うん、お前に言われる筋合いはない、うん、お前がやってるわけじゃないから、うんうん、そうですよね、うん、挑戦して生きてんのはこっちだから、うん、その言葉はお前には言われたくない、そう、お前に言われる権利はない、ない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 、うん、なる、うんうん、ね、でもそういう人多かったかな、やっぱり当時は多かった、多かった、そこと葛藤してた自分がまたいたし、うん、僕だってモデル事務所立ち上げた、挨拶しに行った時にそこ、うん、それもまた聞こうと思ったんだけど、うん、山本俊也がモデル事務所を立ち上げた時に周りに正直コケにする連中も結構いたはずだよね。いたはずですよ。いや、聞こえてきました。あのキャスティングの皆さんは、うん、応援してくれました。は、はいはい、うん、はい。でもモデル連中は元社員がモデル事務所は無理でしょうっていうのと、うん、あと他の事務所、うん、他の事務所のマネージャーとか、僕の年上のマネージャーとか平気で言ってましたよね。あんた何こんなバブルが弾けた時にモデル事務所なんてやるのよとかっていう誰かの声でしょ。それはバブルが弾けようが弾けてなかろうが、うん、事務所を立ち上げるっていうことは他のモデルクラブ、モデルエージェンシー、事務所はもう、うん、もう敵だよ。うん、そうですよね、うん、いいことは言わないって、うんうんうん、で最初何人で始めたの。5人。はいはい、うん、たった5人。うん、うん、うんうん、たった5人でもとにかくやっていけば、うん、コツ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 こう積み上げていけば、うん、信頼、信用、中島にも前話したけどね、信頼信用がこう必ずついてくるっていう、もうそれしかなかったですね、僕には。でも、まあね、義理人情の熱い人だからね。そうですね、うん、不思議なもんで何かあるとこう気になっちゃう、うん、な特に人の生き死にとかそういうものに対しては特に、うんうん、あと困ってる話を聞いたりすると、うんうん、なんかどこでも飛んでっちゃうってそういう感じはありますよね、うん、たまに過剰に熱くなる時はあるけどね。あら、うん、ね、うん、まあこの熱さだと、まあってこう、うんうん、まあまあまあ、もっちゃんもうちょっと抑えようっていう、うん、もう目が血走ってるからね、まあそう、それがあのいい武器でもあり、うんうん、たまにね、それが、うん、とかそういい武器でもあるんだけれども、客観性に欠けるとそれが相手にとって、うん、嫌な武器になっちゃうんですよ。そうだね、うん、ちょっとこいつうるせえぞ、そうそうそう、うん、生意気だぞ、うん、っていうふうになっちゃうから、うん、そこはねもうソフトにっていうのは、うんうん、キャスティングの皆さんにはそういうふうにしたんだけれども、うん、モデルにはたまにはやってたっていうのがこの間語ったべきっていう、うん、こうした方がいい、こうすべきじゃないのっていうべきっていうところがあったんですけれども、でもそこが取れてきたっていう、うん、べきではその人が、それは成長した、ある程度成長した人の話ですよ、うん、モデルで、うんうん、で若者っていうのは今の若者っていろんな部分でこう
価値観、いろんな多様性な価値観を持ってるから、いやもうすごいなと思うんですよ、うんうん、ダメな子は全然ダメでも優れてる子は本当に喋りも上手だし、はいはいはい、表現力もすっごいね、こう、うん、言い方悪いけど、いとも簡単にできちゃうんです、うん、それも心の入った表現が、はい、これはすごいなと思って、うん、いるね、うん、でそこの35、36でやったけど、その前後の人たちがモデルやった時って、うん、いやどうしてもみんな動けないからちょっとかちょっと向きになった時期もありましたね、うん、確かにね、うんうん、それはありました。ではもっと優しく丁寧に説明すればよかったなっていうところは後々の後悔っていう、うんうん、ところはあって、途中から、うんうんうん、変わりましたね、自分自身も、ね、うん、カメレオンじゃないからね、もっちゃんはね、うんうん、そうなんです、その野球っていうものが、野球をやってたっていう山本俊也、須山俊也がいつもここにいて、この人に対してもこの人に対しても、この年上年下関係なく、この人に対しても同じ山本俊也でこう接するっていうのがもう直球かな、直球ですね、うん、それがマイナスとなる敵があったりもした時期が割とこう長かったりとか、この人にはこういうスイッチの山本俊也、この人にはこういうこの角を取って接する山本俊也、この人にはこの角が必要だっていう山本俊也っていう、その変化しながらのものっていうものは、ここ数、まあちょっと山根達史としてはここ3、4年、うん、ですごくこうね、中地ね、変わったよね、うん、あの辺の時期じゃないですか、うん、山根さんにアドバイスした時期あたり、そうだね、うん、それからじゃないですかね、うんうん、だからそこはね、自分の中で言い聞かせたんですよ、うん、自分でドッジボールはするなと、うん、キャッチボールする、うん、キャッチボールしなきゃ意味ないっていう、うんうんうん、ただね、一人でねいろいろね、大変だね、今は素晴らしいメンバーになって、なやっとヘッツが、いや、だってそう、うん、ヘッツに入りたい人5万といるんですよ、うん、モデルになりたくて、うん、で自分の、まあ、SNS やブログの中にもモデルになりたいっていうフォロワーの人もいたりするんだけども、うん、だからといってヘッズを紹介するっていうことは俺一切しないし、うん、ヘッズに入りたいんだったら自分で行動しろっていう人だから、ただそうまた社長、曽山俊也という社長として聞きたいのは、うん、今はここにいる30人、うん、30数人、うん、全て仕事場でもスタッフの人に言われることが、うん、皆さん性格がいい、うん、かっこいいだけじゃない、うん、可愛さもあるし、うん、みんな性格がいい、なんでっていうふうに言われる、うん、もうそれはすごく嬉しいことであって、うん、そこはやっぱり、最終的に、社長、ヘッズコーポレーションの社長曽山俊也が入れるか入れないかっていうところを決めるはずなんだけども、うん、そこが聞きたいんだよね、うん、何が大事か、やっぱりここでしょ、かっこいい子なんていっぱい歩いてるじゃない、いっぱいいる、スタイルいいしみんな、うんうん、謙虚で素直な子、あ、ただし、ただ謙虚で素直な子だけじゃそれはモデルとして成功しませんよね、はい、うん、はい、その中に俺はやるぞという魂を持ってきてる子、ああ、うん、でそうじゃなくっ
って逆パターンでかっこ 見るからにかっこいいよって来る人もいるんだけど、こんな子が いるわけですよ、うんうん、あ俺あの後生もやりたいんだけど雑誌もやりたいんだけどって、まあ、そんな言い方じゃないんだけど、いや あまり話さない、あ面接に来てるのに質問しても話さない、うん、っていうことはここが熱くないから自分で語れない、自分のここで生きてる、要は壁を作っちゃっているっていう、あの容姿だけ良くても仕事は続かないからね、全く続かない、ね、現場ではやっぱり、うんうん、もうあの容姿は求められるものはいろいろあるけども、うん、それはもう当たり前のことであって、うん、現場でいかにこのスタッフ人対人として心地いいあのその人でいるか、うん、思いやりをちゃんと持って、一日一緒に過ごすか、それ求められるものにそれ以上のものを向こうが納得する、あこの子ともう一度仕事がしたい、この人ともう一回仕事がしたい、あこの人と話してると面白いな、そうね、そこの人とお弁当を食べるのってなんて楽しいんだろうっていう、うん、そういう一日を過ごせるような子でないと、うん、なかなか難しいけど、うん、かっこいいだけじゃそこら辺たくさん歩いてるから、そうあのかっこいい人はねちょこっと仕事入ってくると思うんです、はいはいはい、ところが続かないんですよね、続かないんだね、うん、それは何かうちにも入れたんですけれども、うん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 、やっぱりねちょこっと取るんだけれども、うん、そこで終わっちゃうっていう、その期間結構長かったでしょ、長かった、そういうあの素材というかあのモデルになりたい、モデルをやります、所属しました、モデルやってますだけども、うん、っていう人たちがこう今まで過去を見てると数人いるけども、うん、ヘッツ内にね、はい、そういた、それを、ね、一つにまとめるっていう作業は到底ね、もう本当に胃は強いんですけれども、うん、胃に穴が開くんじゃないかなっていうぐらいこう、まとめるっていう役割ですよね、うんうん、それは結構ありましたよね、うんうん、苦労という苦労、まあ、苦労じゃないな、修行ですね、ある意味ではもう修行になってきますよ、修行だよな、うん、そうだから自分はこの中でとりあえず一番上になるのかな、佐伯さんっていう先輩はまた、うん、あの他に仕事してらっしゃる、そうですね、うんうん、もうモデル一本でっていうのはこの中であの一番上になって先輩がいないわけで、うん、だけどももうみんなここまで人数がいると人間だから正直、うん、あこいつ気に入られねえなっていうような人もいるはずなんだけど、一、うん、人もいないっていうのはこれねすごいことですよ、この人間対人間にすごく敏感な山根として、うん、あのここまで性格がいい、ただその分プレッシャーなんですよ、ちゃんとしてなきゃいけないお手本にならなきゃいけない部分って結構絶対あるはずだから、うん、それはそうですね、うん、だからありがたいことにそういうモチベーションを持たせてくれる子たちっていう風にありがたい存在としても見てるけどね、うん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 、だって元々そういうものをしっかり持った人ですからね、うんうん、だからあの会うとすごく本当みんな爽やかで、うんうん、まあ彼らもねあのピュアないいピュアでいい強さを持っている子をこれから、ね、どんどん伸ばしていくっていうところ、うん、やっぱり時間かかりますね、うん、そんなのね、さっと行って、うん、そのかっこいい、さっき言った、うん、かっこいいのはさっと売れるんですよ、でも、うん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 、ね、かっこつけてるから、うん、ただかっこつけてるだけだから、うん、もう1年2年で終わっちゃうっていうところをいっぱい見てきてますから、そういう子に鼻をへし折る時もあったりもするんでしょ、ありましたよ、社長としてパリッとこいって、うん、泣いて帰ってくるね、うんうんうん、何人か言ったよね、うん、物の見方が変わるから、
そう、たとえ向こうに行って、あのいろんなオーディションに行って決まるものがないとしても、うん、何を見てきたか、うんうん、どういう人とあの触れ合ってきたかで、うん、日本に帰ってきてそれを糧にできるんだよね、うん、そう。いやでもやっぱり多いのが一歩も仕事がないからって腐って帰ってくるっていう、うん、それじゃあ、ね、もったいない、もったいない、ね、1週間でも2週間でもいて、うん、パリの人たちってどういう人たちなのかな、うん、どういう、うん、あのファッションとか空気感を醸し出してるのかなって、うん、そこをね学んでくれば、うん、いっぱいあそこにはヒントが、うん、答えまで実はあったりする、あるある、うん、でそれができなかった子はいなくなってる、そうですね、ねうんうん、まあ他でねあのちょこちょこっと活躍してる人もいるけれども、うん、それはそれでもう僕にとってもありがた、うん、ありがたいなとは思うんですけれども、うんうんうん、まあそこどまりだなっていうその振り幅、うん、振り幅っていうのはこれから、うん、っていうかもう10年15年ぐらいまで振り幅って大事じゃないですか。あとさ、うん、なぜメンズだけなの？あ、これね